プレイステーションプレイステーションプレイステーションはソニーコンピュータエンタテインメントが1994年12月3日に発売した家庭用ゲーム機。1990年代中期に次世代機と呼ばれた家庭用ゲーム機の一つ。家庭で本格的なテクスチャ付き 3D グラフィックを実現した初めてのゲーム機である。開発を主導したくたらぎ県の独特の技術論や 丸山修行らによる従来のゲーム機ビジネスとは異なるレコードビジネス仕込みの戦略でセガエンタープライゼンスのセガサターンやニンテンドーのニンテンドー64と共に次世代機戦争と呼ばれた市場競争に勝利しファミリーコンピュータのヒット以来ニンテンドーが独占していた市場でトップシェアとなった CG ワークステーションの使用を縮小したような設計になっており 3D ゲームで 最高の性能が発揮されるように作られた。当時は 2D ゲームが数多く発売されていた時代であり、大多数のゲームメーカーが 3D の採用を時期尚早と捉え、2D 描画性能を重視する中、3D 専用設計のゲーム機を開発すること自体がリスキーな挑戦であったが、実際にプレイステーションが市場に投入されると、微礼かつ高速に動作する。 3D グラフィックスは各界に大きな衝撃を与えることになった。特にローンチタイトルのリジレーサーはプレイステーションの性能を知らしめる上で良いベンチマークソフトとして機能した。当時のゲームクリエイターは 3D という新たな表現手法を使って実験的な作品を世に送り出しゲームの幅を大きく広げていった。メイン CPU には R3000 を独自にカスタマイズしたものを採用。また 3DCG の描画を支える、ベクトル演算専用 LSI を別途搭載する。非常に高価なグラフィックスワークステーションでのみ、実現できたポリゴンによる3次元コンピュータグラフィックスを、比較的簡単にプログラミングできる。クタラギーは、仕事で使うコンピュータを、ワークステーションと呼ぶことに対して、遊びで使うコンピュータという意味で、 プレイステーションに決めた。ユーザー間では、プレステと略されることが多いが、CM や自社製品内での記載では一貫して、PS と略されている。週刊ファミ通の記事によると、森田明夫が、プレステの、ステが、ステに通じることから避けさせたという。プレステと呼ぶなぁという新聞広告を出したこともある。任天堂のスーパーファミコンに、 PCM 音源を提供する事業の仕掛け人だった、くたらぎが同事業に引き続き、スーパーファミコンの CD ロムドライブ拡張機器、スーパーファミコン CD ロムアダプタの共同開発事業の約束を取り付けたのに橋を発する。くたらぎは1987年6月16日から2泊3日に、渡るソニーと任天堂の合同合宿に、 スーパーファミコン開発が一段落した1989年頃にも提案している。当時の任天堂は CD ロムに消極的でソニーさんでやってくださいと返答している。丸山によれば、くたらぎは京都の任天堂本社に通っている。まなか CD ロムでやるべきだと粘り強く進言し続けた。結果、任天堂はどうにもならないと思うが、 CD ロムをやっていいと OK を出した。1989年4月にテレビゲームではなく、液晶画面を持ったカセット式のハンディゲームマシン、ゲームボーイが発売され大ヒットしていたが、ファミコンの人気はすでにピークを過ぎかけていることが、前年の実績から明らかになっていた。そして任天堂は、ファミコンの後継機の市場投入を決意したことで、そこからソニーとの関係が始まった。 当時のくたらぎは業務用のデジタルビデオエフェクタシステム G をゲームに転用してビジネス化できないかと考えていた。ただし当時ソニー内ではソニーのイメージを損なうとしてゲーム事業への進出に反対する社員が多くくたらぎ自身も異端児と呼ばれており逆風が強かった。この事業にゴーサインを出したのが当時社長の大賀ノリオである。 1989年10月から共同開発が始まり、翌1990年1月1日には、大賀のりおと山内博士の間で両者の締結を確認する合意文書が作られた。開発コードネームはプレイステーションであった。プレイステーションという名称はクタラギが名付けた。計画では CD ロムアダプタはガングリュー2でニンテンドーブランドで発売し、 スーパーファミコンと CD ロムの一体型マシンは家電流通でソニーブランドで発売することとなっていた。価格は49,800円を予定していた。こうして1991年6月1日のシカゴでのコンシューマーエレクトロニクスショーにおいてソニーがプレイステーションの試作機を発表したが一方でニンテンドーはソニーとの共同開発計画ではなく フィリップスとの提携と CDI でのゲーム開発を発表した。くたらぎは5月29日の時点で、任天堂とフィリップスが共同開発する件を把握しており、デイノブユキと共に、任天堂本社を訪ねて問いただすと、任天堂ーの言い分は、ソニーとの契約は履行する、契約は生きており、ソニーがスーパーファミコン CD ロムアダプターを発売するのは、構わないが、 ニンテンドーは別の企画を採用するというものであり、その後も粘り強く交渉が続けられたものの、ニンテンドーの決定は覆らなかった。ニンテンドーがフィリップスと共同開発することにした理由として、当時の関係者は CD-ROM やゲームソフトのライセンスにあったとしている。スーパーファミコン CD-ROM ソフトは、スーパーディスクと名付けられ、ニンテンドーではなく、 ソニーがライセンスを有することになっていた。当時の今週末期のソフトはロムカセットが主流であり、CD r o m は付属的な立場のメディアとして認識されていたため、任天堂は CD r o m の権利を重視していなかった。しかし、任天堂米国法人社長だった荒川みがアメリカのコンピューター業界での CD r o m の躍進ぶりを目の当たりにしており、 この契約のままだと任天堂がソニーの従属的立場になると危機感を抱き山内博士にソニーとの提携を止めるように口説いたとされている。丸山も同様の発言をしている。また当初ソニー側はハード開発のみを行うはずだった。しかしソニーが自前のソフトで試教品を実演していた。それを知った山内博士社長は激怒していたという。 ファミコンスペースワールド92の会場でスーパーファミコン CD r o m アダプタは発売延期が決まると同時に32ビット CPU を搭載する仕様変更が発表されたがソニーだけの企画では市場が広がらないと判断されたことからスーパーファミコン5元期は開発を中断することになりすでにゲームソフトの制作を進めていたソニーミュージックエンタテインメントはマーク・フリントによるホルテッ 沈黙の艦隊、服などを没企画にし、15億円の損失を出したと、される。これらの騒動により、くたらギラ開発人は、社内での居場所をなくすが、大賀ノリの判断により、丸山茂を率いるソニーミュージックエンタテインメントのゲーム部門に一時的に避難させられることになった。1992年6月24日のソニーの経営会議で、 ゲーム事業への進出の是非が議論になり、大半の役員が反対意見を投じる中、経緯説明のために会議に参加したくたらぎが、我々は本当にこのまま引き下がっていいんですか。ソニーは一生、笑いのですよと食ってかかり、試作品は、ほぼ出来上がっていることを公表。最終的にオーガがくたらぎに、そんなに言うならやってみろ。と叫び。 do IT と声を張り上げながら机を叩いたことで、合サインを出し、ゲーム事業への進出を決断した。なお、大川、プレイステーション制作にあたり、社内のコンセンサス形成のみならず、ゲーム機制作自体にも深く関わっており、業界標準ともいえる、任天堂型のコントローラーからの脱却を図る、グリップ型のコントローラーを作るように指示し、何度も、ダメ出しをしている。 また森田明夫もゲーム事業のプレゼンを聞いた後、くったらぎの手を握って、これは面白い。こういうビジネスを望んでいたんだとチームを激励したと言う。ただ前日の通り、森田はプレイステーションという名前を再検討するよう指示した。1992年夏から正式に PSX プロジェクトが立ち上がり、1993年11月16日に、 ソニーの技術者と株式会社、ソニーミュージックエンタテインメントのコンピュータゲーム制作部門のスタッフら65人で構成される株式会社、ソニーコンピュータエンタテインメントが設立。1994年5月10日に PSX と呼ばれていたマシンの正式名称をプレイステーションと発表した。同時にコンピュータグラフィックで描かれたデモ映像を会場で流し、 本体のモックアップを展示した。本来、プレイステーションは、スーパーファミコン互換の CD r o m ゲーム機で使われる予定だった名称であり、これを流用したものである。頓挫した商品と、同一名は、縁起が悪いという意見もあったが、すでに全世界ベースで商標権を登録しており、新しい商標にするには、調べるだけで半年かかるため、 そのままドイツのプレイステーションの名称が採用された。1994年11月にプレイステーションの価格を39,800円。発売日は1994年12月3日と発表した。ソニーがプレイステーションを開発していた時にナムコも同じように次世代ゲームマシンの開発を行っていた。ナムコのゲーム機開発は1980年代の 終わりから始まっており、ナムコの研究開発部隊を率いていた、石村重和が開発の中心にいた。アーケードにおいては、最先端の 3D 技術分野でもあったが、家庭用ビジネスにおいては、ファミコンやスーパーファミコン参入当初の絶対的な優位性を失いつつあった。そんな当時のナムコにとって、独自のアーケードのヒット作を家庭に持ち込むことは、悲願だった。 1993年、ナムコの幹部数人は、ソニー本社に招かれプレイステーションの原型たるマシンスペックを見て驚きナムコの技術者は、家庭用ゲーム機の開発を中止した。そして、ソニーが開発するハードに全面的に協力する、意向を固めた。中村和幸も、他とは違うものを作りたがる人間は多いのは、確かというように、ナムコはもとより、音楽面。 デザイン面で他社より自由な発想で抜き出ている作品が多い。数々のミュージシャン、アーティストなどナムコで働いていたエピソードを持っている。くたらぎや丸山が行った流通改革や広告、本体の値下げ、ゲームソフトの低価格化は、それまでの任天堂ンを呼び、初心会などの他社が言ってきたものとは、多くの部分で異なっていた。流通面においては、参入時に、 任天堂と卸会社の蜜月関係による初心回流通を研究し、音楽 CD の流通販売で多大なノウハウを有していた EPIC ソニーレコード仕込みの流通改革を実施した。これにより、既存のゲーム流通、特に任天堂の初心回流通は壊滅的なダメージを受け、多くの問屋が廃業に追い込まれ、初心回自体も1997年に、 解散している。サードパーティーはメーカーが制作したソフトを受注、生産、物流までソニーが引き受ける流通システムの大筋で、現行のゲームソフト流通と異なりソフトが店頭に並ぶまで問屋を通さないスタイルを取っている。そのためソフトの売れ行きは中間問屋や量販店からの発注数で決まるのではなく、ソフトの内容としてのクオリティが直接ユーザーから問われる。 流通構造とされている。以上より流通改革については必ずしもうまくいかなかった面もあるが改革を通じてゲームソフトの媒体が CD ロームになったことで広告の展開方法やゲームソフトの価格に変化が生じた点は消費者にはメリットとなった。発売時にはすべてのゲームはここに集まるのキャッチフレーズを使っていたが開発時は 任天堂の黄金時代であり、3D という未知のソフト開発に取り組まなければならないことから、サードパーティーや人材の育成、発掘は必要不可欠だった。国内生産には、ソニーキサラズ、ソニーミノカモなどが担当した。最終版の PS1 のみ、中国製が見られる。プレイステーションは製造時期、販売地域によって異なる型番が付けられており、仕様が異なっている。 その違いは主に入出力端子の有無によるものだが、ハードウェアの内部が変更されたことによるものもある。ソニーコンピュータエンターテインメントは、型番による動作の違いはないとしているが、実際には1996年以降のバージョン、SCP-5000 以降、グラフィックスの処理能力が向上したり、バグが改善された一方で、新たなバグが発生したり、動作しない。 ゲームソフトが発生している。そのため、古いハードウェアでは正常にプレイできないゲームソフトが数百タイトル存在し、サードパーティーは型番ごとに動作チェックすることを余儀なくされた。型番は SCP-H 機種の形式で付けられている。ソニーコンピュータープレイステーションハードウェアの略とされる。XXX が形式、Y が発売地域を表している。 Y は、日本用が0、北米地域用が1、ヨーロッパ・オセアニア地域用が2、アジア地域用が3である。コンシューマー向け特記がない場合、日本における概要について記述する。北米地域用 NTSCU、C 型 SCPH-1001 の利面開発者、及び出版社向けヘパル企画のディーバギングステーション本。シリーズは、ソニーコンピュータエンタテインメントと、 プレイステーション専用ソフトウェア開発におけるライセンス契約した法人ゲーム関連業務を行う出版社のみが同社から直接提供されるものであり門外不出。本体裏に投資番号があり売り払ったりすると誰が売ったかわかる仕組みになっている。開発用なだけあり CDR にコピーしたソフトを動かすことが可能。本体の色が 一般の灰色と違い、青色だったため、青捨てと呼ばれることもある。また、販売価格も非常に高額となっており、万が一破損した場合についてのサポートも販売した会社、関連会社以外からの依頼以外は一切受け付けていない。本体形状がコンシューマー向けのものと同じで、本体色が異なるプレイステーションはデバッキングステーション、デバステと呼ばれることがある。 これはゲームソフトを開発するために設計された機種であり、世代ごとの動作やコネクタウムも含め、コンシューマー向けのプレイステーションとは、機能が大きく異なる。インターネットオークションや店頭にて、デバステと称した品が販売されていることがあるが、本来では、一般市場に流通するものではなく、一般向けの機材にモッドチップ搭載などの改造を、 施して塗装し直したものが存在するために注意を要する。前述の通り開発機器には1台ごとに番号が振られており、背面シールに型番と製造時期、投資番号が記載されていることから、ある程度推測は可能。シールに SCP-HXXX と記載されていたり、製造時期やシリアルが記載されていなかったりするものは確実に 偽物各モデル比較 CD-ROM プレイステーション用、CD-ROM その裏面は黒色になっている。CD プレイヤートラックの再生、一時停止、早送りといった基本的な機能に加えて3つのトリックプレイが可能で当時の一般的なオーディオ機器に搭載されていたものが用意されている。また、SCP-H-7000 以降はコントローラーで映像に影響を与えられる。 オーディオビジュアライザーであるサウンドスコープ機能が搭載されている。メモリーカードロムメディアがディスクになったためゲームのセーブデータは外部記憶装置であるメモリーカードを使用する。コントローラー接続部の上部に差し込み口がありそこに差し込むことで使用する。PS 規格ソフトを挿入せずに PS を起動した場合メモリーカードの管理画面に移行し移動 コピーや削除が行える。セーブデータのサイズをブロックという単位で管理しており、メモリーカード1枚につき15ブロックまで保存することができる。ゲームタイトルによって使用ブロック数は異なる。複数のブロックを一括で確保するタイトルや、データ作成によって、蓄一ブロックを確保するタイトルが存在するため、ブロックによっては使用ブロック数が多くなり、1枚では、 足りずに2枚3枚と買い足すプレイヤーも多かった。後に堀などから、廉価な互換品が発売されると、売れ筋はそちらに移った。セーブデータの保存形式が、バッテリーバックアップではなくなったことで、データ保存先の本体内部、もしくはカセットのバッテリーがなくなると同時に、セーブデータが消失してしまうことがなくなった。バッテリーがなくなった時にセーブデータが消えることを防ぐために、 別のメディアに移行させて、電池交換を行う必要もなくなった。セーブ、ロードの時には、ナウローディングの画面が開いて、ソフトとメモリーカードの間で処理を行う。ブロック内に保存された、セーブデータタイトル判別及び未使用領域のための、管理用の1ブロックと、ゲームタイトルごとに使用するブロック数が変動する、セーブデータ用の15ブロックが用意されており、 使用するブロック数によるが1枚につき最低1ゲーム分、最大15ゲーム分のゲームデータを保存することが可能。ソフト開発メーカーの中で周辺機器の活用度を予想するアンケート調査では対応させたいと回答していたメーカーが多く、ハイスコアやボタン設定などを記録したりなどあると便利な機能に対応しているソフトは多いが、メモリーカードがなくても困らないソフトも多い。 プレイステーション3の周辺機器などのメモリーカードアダプターを利用することで PS3 に搭載された仮想メモリーカードにバックアップを取ることで PSN からダウンロード購入したアーカイブス版のセーブデータと従来のディスク版のセーブデータは両方に適用が可能になっている。ただし PS、PS2 との互換性がある一部モデルのみに限る。業務用、販ム用筐体の サイバーリード2ではスロットリンクシステムが搭載されておりスーパーワールドスタジアム2000などの限られた業務用ビデオゲームにはメモリーカードの使用が可能なものもあったコントローラー一番の利点はスーパーファミコンや PC エンジンメガドライブ等多ハードのコントローラーよりも強度を増した打ちゴムの劣化に対する耐久性にある CPU GTE CXD8606 バイト QSCPH-9000 に実装 GPU。CXD8561CQSCPH-9000 に実装 SPU。CXD2938QSCPH-9000 に実装 CPU。GPU サウンド SPU。メモリメディアコントローラー通信 AV 出力 I。 大外系寸法本機の発売後に登場した周辺機器で実現できるスペックを含む。スジュン製品、ソニー他社発売新作タイトルは、プレイステーションに発売以降も登場し、日本では2004年まで発売された。公式サイトのソフトウェア製品情報に登録された、日本国内のタイトルは2005年11月現在で、連覇版。 初回限定版などによる重複も含み4324タイトルである。立ち上げ機においては、セガとはアーケードゲーム市場でライバル関係にあり、任天堂とは関係が悪化してゲーム機の自社開発を模索していたナムコガスと提携して、プレイステーション陣営につき、ローンチタイトルとしてリッチレーサーを発売し、普及を牽引するキラーソフトとなった。 その後も初期にはナムコの鉄拳や宝タの唐人伝といった格闘ゲームソフトでハードの売り上げを伸ばした。1996年にはナムコからガンコンを使ったタイムクライシスが発表された。同年6月7日には SNK からザキング・オブ・ファイターズ95が発売。そしてこれまでニンテンドーマシンで発売されていた日本を代表する RPG シリーズであるスクエアのファイナルファンタジーシリーズの参入が同年2月9日に発表されて同年8月21日に発売されたトーブルのイチにファイナルファンタジー7の体験版が付属されていた同年8月9日にカップコンからストリートファイターゼロが発売同じ年にセガサターン版スーパーファミコン版も発売された 1996年の年末商戦で、プレイステーションは一人勝ちした。1997年1月には、ファイナルファンタジー7が発売されて大ヒットし、エニックスのドラゴンクエストシリーズがプレイステーションに参入することが発表され、プレイステーションの優勢が決定づけられた。1997年3月に発売された、鉄拳ニアカプコンのバイオハザードは、 リピートによるロングセラーに。この頃には、スクウェアのゲームをはじめミリオンセラーが続発し、スぐソフトでは、ロングヒットにより、グランツーリスモや、みんなのゴルフなど、ダブルミリオンを達成するソフトも出てきた。1999年3月25日に、チュンソフトから、サウンドノベルエボリューション1、音切りソース製編が発売。1九9八年十二月三日に、 かまいたちの夜特別編が発売。どちらもスーパーファミコン版からのリメイク移植。移住院ヒカルはマシンのスペックが上がって、音質が良くなって、画面が良くなって、CG がリアルになったのに、本質的なところは全く変わっていないところがすごいと思うんですよと述べている。ゲーム内容に関しても 3D 化により従来のゲームよりリアルな表現が可能になり、 子供のおもちゃというイメージを持ち合わせた上で、ゲームから離れていた青年、中年層の支持を得ることにも成功した。世界中で大ヒットとなった本機種ではあるが、それに比例して1998年からシェアウェア、フリーウェア問わず多数のエミュレーターが登場した。その中のシェアウェアソフトの一部に対し、スは積極的に訴訟を繰り返し販売停止を求めた。 プレイステーションのアーキテクチャは家庭用のみならずアーケードゲーム機としても活用された。プレイステーション互換及びプレイステーション上位互換の業務用システム基盤は大手ゲームメーカー各社で採用され業務用ゲームの家庭用への移植に貢献した。2018年12月3日発売。プレイステーションの小型復刻版。型版は SCP-1000RJ。SCP 価格は9980円。内蔵しているソフト20作品のみプレイが可能。プレイステーション大100化。ありがとうございます。